ト。おお、来ました。アリウープが来ました。ここを勝負どころと見ているか島根。谷口、ニック・ケイが準備しています。おお、来ました。アリウープ来ました。先ほどいいプレーを見せた津山からトラビスに渡る。振り切ってダンク。ここはトラビス選手、半端ないアタック出ましたね。安藤に通しました。さあ、そしてアリウープ。これはビッグプレー来ましたね。会場のこの盛り上がりもさらにボルテージ上がりました。このアリウープが出る瞬間、時間が止まったような、この一瞬。残り1分15秒。このポゼッション、島根としては決めれば一気に勝ちが近づきますね。ビュフォードが仕掛ける。そしてトラビスが待っていた。ここでこのプレーが出るんですね。安藤津山のこのコンビネーションも注目。そしてトラビスのパワー、2人がつきますが、それをかいくぐりました。ここはトラビス選手のフィジカル、この強さが際立ちましたね。バスケットカウント、アウダがつきました。そうですね、1つ目アウダ選手もうまくボールコンタクトしていい形でチップしたんですが、その後の執念がやはりトラビス。トラビス、ビフォードがアタックしてくると、それともアリウープ。昨日から何度も見せているこのアリウーププレー、止まらないですね。昨日は勝利を決定づけるこの2人のコンビ。ニック・ケイのスリーポイント。トラビスのリバウンド、そしてそこからのカウントです。これは強すぎる。ジャクソンのディフェンスに対して、そうですね、ジャクソン選手ももうシュートはやらせたくないと後ろから抱えるような形で、サイド振ってからツーポイントシュート、リバウンド、トラビス、トラビス、トラビス選手、今外からパスを出して、はい、ルーズボールものにしました。島根、お、島根ファストブレイク出そうですね。安藤誠也からトラビス、そしてエンドワンですね。さらにはエンドワン。今日は得点ではなくアシストで見せます安藤誠也。トラビスもいますが、トラビス、素晴らしいプレー出ましたね。あら、ここはアリウープです。これはもう完全にデザインしていて狙っていましたね、はい、素晴らしいコンビネーション見せました。ペルンビボードから最後はリードトラビスです。再びただ島根のポゼッション、今度はスリーポイント、トラビス取った。トラビス、トラビス選手がここも救ってくれましたね。超えましたリードトラビス。エンドワン、そして能力のパスでトラビスジャンプスリー、あ、これを決めてきた。トラビス選手沈めてきましたね。トラビスはこれもあります、インサイドだけではありません。サーベがついていきますが、引っかかってここからパス、トップの位置、トラビスが仕掛けてのシュート、右回転。トラビス選手、ニッケイ、トラビス、そして阿部をスタートから投入してきています。島根、この最初のポジション、阿部からトラビス、ダンク。素晴らしいシュート